こんばんは。え、わかるでしょ、きつねうどんさのきつねをね、食べるの。揚げ、逆にさ、そば食べなくない？え、こんばんは、はるちゅんって。はるか村卒業、高校卒業スペシャルでしたねって。そうなんですよ、そう、本当にあの大声さん面白すぎてもう笑いが止まらなかった。朝からマグロ食べるんだって。いや、なんかね、その日はたまたまマグロ食べてたんですよ、本当に。これはリアルガチで、ね、え、ないよね、そば、そばのさ、あの、なんだよ、天ぷら、何、そばのあれ、かき揚げみたいなやつを食べるの。かわいこ発見ありがとう。きつねそのまま食べる。そう、劇団はるか村に2期生オーディション受けるのって。わかんない。あるなら受けますかね。かわいこ発見ありがとう。ね、大変でしたね、無茶ぶり。でも楽しかったです、結構ね。明日の完全版楽しみですって。ね、完全版どうなってんだろうね。結構カミカミだったんだよ今回のは。明日からマグロ、あ、あ、違う、明日からじゃない、間違えた。朝からマグロなんて食べたことないって。え、私も久しぶりです。久しぶりというか朝からは初めましてレベル。ウザビートありがとう。こんばんは、晴れてあって。こんばんは。寿司縁側が好きなの？あ、そうなの。チュンドンの次の日はサーモン食べたのって。いや、チュンドンのはですね、あのサーモンが苦手でしてね、サーモン食べてないですね次の日。でもサーモンの塩辛ですか、なんかサーモンの塩辛なんだっけ、なんかそれは食べれるようになった。でも普通の生のサーモンは苦手、生は苦手。ラジオめっちゃ緊張するよ、うん、あんまりラジオ出たことないので、だから緊張するのかもしれない。そう、サーモン塩辛は食べれるようになった。でも普通のサーモンは食べず嫌いですね。なんか昔ダメだって思って最近食べてない。うざみたありがとう。噛まんかったね、明日オーディ聞いてみようって。いや、それは多分噛んでるか。かわいこ発見ありがとうね。大江さんはね、なんか3期生に敬語で話す時があるんですよ、ね、卒業式おめでとうって。ありがとうございます。卒業しました。目覚めてありがとう。女子でサーモン苦手って珍しいって。確かに、なんか女の子と言ったらサーモンっていうね、なんかサーモンが好きっていう子が多いですよね、女の子。俺はサーモンよりはるかって。え、ありがとう。あ、イクラめっちゃ好きです、イクラ。あ、待って、イクラめっちゃ好き。うん、今チョコボール食べた。
カ村はを卒業じゃない、うん、はるか村学校を卒業みたいな。かわいい子発見ありがとう。三文の子供のようなもんやでって、あ、いくらでしょ。でも三文は難しい、食べれない。船べたですか、なんだそれ。あ、ブザミットありがとう。ブザミットコンありがとうございます。はるか村高校卒業式って言った時、レリノちゃんと二人で苦笑いしてたよねって。苦笑いじゃないですね、ガチ笑いですね、あれは。めっちゃ笑った。こんばんは。春はいつも何か食べてるイメージって。最近ね、そうなんですよ、なんかお菓子が周りにありまして、いや周りにあるというか持ってきて配信してるんですよ。あとね、これがあるトリュフ、これも マジで美味しくて、なんか最近チョコ系のねお菓子を食べるようになって美味しい。こんばんは、ブザビートありがとう。ハルチュンこんばんはってね、ハルチュンね、本当に笑っちゃった。株式会社はるか村への入社お待ちしておりますってね、待っててください。19時半から配信からのラジオからの配信でご飯食べれませんって。いや私もさ、ご飯食べてないんですよ、だからこんなにお菓子食べてるんですよ。沼にはまりに来ましたってありがとう。トリュフ、ヒラメの一種なのか。うなべた初めて聞いたね。ブリ、ブリの仲間、じゃブリじゃないな、サバ、違うサバじゃないな、これ何、これ何、アユ、違うアユじゃないな、マスオです。あ、違う違うマスオ、マスオさんか、なんこれマスオさんなの違う、マスオってさ聞いたらさ誰だって、だYouTuber さんが出ちゃう。レッスンの時はお菓子入れますね、お菓子もし忘れてたら買いますね、コンビニとかで。今日は雨に打たれながら仕事して寒かったので豚汁食べましたって。豚汁食べたのね、いいね。ね、豚汁、あ、でもはるちも豚汁食べたんですけど今日で食べ終わりました。マス、マスって言うの、いきなり笑わせんといてってマスオって聞いちゃうとそれが出てくる。マスオさんはいいでしょって。確かにあのマスオさんはそうですね、サザエさんの。
ふぐたくん、ちょいとお酒を飲みに行かないかい？みたいな。それあれだ、アナゴさんだ。マスオも新潟の人なの？そうなの。やばい、お菓子止まらない。お腹空いた。佐々木朗希選手がはるちゃんにお菓子持ってきたのって、あ、違いますね。佐々木朗希選手に会ってみたい。まだリアルで見たことないんですよね、球場行ったことなくて。うん、ね、いや、ね、ノリいいってありがとう。ね、はるちゃん、ジャイアンのモノマネできるんですって。って、ジャイアンはできないな。ママ、違うな。今、ジャイアンできないからスネをやろうとしたらさ、無理だった。ムザビタありがとう。夕飯がお菓子なのって。いや、違いますね。あの、4時に食べました。ね、4時に。4時にご飯食べたよ、16時。でもちょっともうこの時間もう喋りすぎてるか分かんないけどお腹空いてきちゃって。あ、はるちゃんちの夕飯って早いんですよ、16時17時ぐらいから夕飯食べるので。そうだからこの時間はなんか喋りすぎてお腹空いちゃってお菓子を食べる。うん、うまっ。虫はできちゃう。リアルで見たのいいな。まだ球場で見たことないですね。ふんくん、うん、東京でカーテン開けてアイドル見てたのは、いや、カーテン開けてというかカーテンの隙間あるじゃないですか。それでアイドルさんがいて、あ、アイドルだーって言って騒いでた。うわー、やっぱり可愛いなーみたいな。ね、それですかね。うん、カーテンは私は開けてないですね。山田乃愛さんが千葉マリンに見に行ったら佐々木朗希投手が完全試合してたの。あ、そうなの。え、いいな、私会いたいですね。ちょっと見てみたい。まだ、ね、見たことない。ブザビーターありがとう。鼻にかかっててスネ夫っぽかった。え、ありがとう。夕飯早いの。そうだからお腹空いちゃってちょっとお菓子でなんとかしようかなって思ってたんですよ。やばい、トリュフが止まんない。やっぱり甘いもの食べたくなっちゃうね。また配信しました。はるちゃんは花粉症です、めっちゃ。うん、うん、ね、可愛い子発見ありがとう。あ、三期生も外歩きましたね。なんか人が多すぎて車で通れないってなってちょっとだけ歩いた。あの50メートルぐらい、いや20メートルぐらい歩きました。
ね、今はあなたがそれを言われる番だよって。嘘、私アイドルだなんて言われたことないよ。3期生の子だならある。ね、いいね、アイドルだって私も言われてみたいな。前劇場入った時、隣の席の方ハルチュン推しでめっちゃおすすめされた。その時は理解できなかったけど今気になってしまったって。え、嬉しいね、ありがとうございます。なんでだろう、誰だろう。19時なの。へえ、19時ごろ夜ご飯。お腹すかない？それ配信終わったら夕飯食べるよって。じゃあ一緒に食べようか。ね、あ、俺の夕飯、俺の家の夕飯は17時くらい。ね、こんばんは。はっちゃん、外出るときマスク必須ですか？なんか今日からマスクしなくていいみたいなんですがって。はるちゃんは、なんだろうね、マスクしなくていいならしたくないんですけど、まあ、すっぴんだったらマスクするよね。マスク外しててもはるちゃんってバレなそうだから。でも夏はね、もうマスクしたくないんですよね。もう汗がダラダラ、ね、こんばんは。はるちゃんアイドルだって。え、ありがとう。あ、確かに、ま、あ、花粉症だからマスクしないとくしゃみがね止まらない。なんだろう、アイドルの子全然何ないけど。何ない、何ない、何ない。元 AKB の前田彩香ちゃんゼロ距離で見てあってなった。なんだ、ね、私もなんかお話というか挨拶をさせていただきましたね。あ、分からないけどか。今日の晩ご飯、豆腐のチーズフライを食べてもらいたいって。美味しそうだな。お見送りで言いましょうか、アイドル発見って。あ、あ、アイドルだって言ってほしい。花粉症だからまたしばらくはマスク必須って。確かに、この前の流通センターのオフラインの時隣はスイスイ推しでしたって。あ、そうなの、いいね。ムザビートありがとう。花粉症ですね、はるちゅん花粉症。本当辛くてマスク必須って人が多いみたいなんですがって。で、私ですかね、それは。ね、そんなに自分は花粉症じゃないので全く意味ない？なんだ？可愛いじゃなくて優しい？あ、可愛いじゃなくてじゃない。可愛いだけじゃなくて優しいか。いや、びっくりした。可愛いじゃなくて優しいって。あ、可愛くないのって思ったけど違かった。日本語じゃない、間違えた。日本語じゃないじゃない、間違えた。もうやばい。新潟夏蒸し暑いからねって、ちょっとね去年経験させていただいたのですが、すごい暑かった。風がなんか蒸し暑かった。ムザビートありがとう。イーストの前普通に歩いてたの。いいね、ムザビートありがとう。はるちゃんもいろんなアイドルさんに会いましたね。先日元乃木坂の深川麻衣さんに会いましたって。なんで？麻衣麻衣？え、いいな、なんでですか？一日にこんなにもはるちゃんに会っていいのかって。あ、いいんですよ。初めてのグループおしゃべり会でアイドルだと直感しましたって。え、ありがとうございますね。へえ、いいな。金子美優さんにレッスンされたの？
羨ましい。仕事柄病院や薬局に出入りするから仕事中はマスク外せません夏でもって。あっ、なんかさ、みんなのさ、みんなのなんか職業を知りたい。ブザービートありがとう。あ、はるちゃんがすいすいのお家に泊まったんじゃなくて、すいすいがはるちゃん家に泊まりました。日本語難しいよね。こんばんは、さっきぶり。やっぱはるちゃんかわいいって、ありがとう。18日夜公園行きますって。あ、待ってます。嬉しいですね、それは。今日も見れて嬉しいなって、ありがとう。全然関係ないですが、バナナマンの日村勇紀さんが、コンビニでおにぎり買ってましたって。いいね。職業星になってるよ。職業なんだこれ。難波の9期生の生誕公演当たってしまったって。おめでとうございます。私もちょっと一回は行ってみたいですね。職業アイドルですってねえ、アイドルだったの。じゃあちょっと私ファンになれます。鉄道会社、かっけえ、めっちゃかっけえ。これ何、郵便、郵便ですかこれ。工場勤務ですって。普通の会社員。あ、そうなんだ。あ、職業ね、前にメールで伝えたようになって、で聞いたことあります。面白くないからスルーしていいやって。嘘配管整備設備。なるほどね。こんばんは。運送会社なの。4月免許を取りに岐阜に行かされるみたいですって。あ、岐阜？へえ。崖っぷち会社員なの？崖っぷちって必要だったの？職業は春調仕様って。あ、本当ですか？ありがとうございます。こんばんは。職業は春調仕ですって。ありがとうございます。嬉しいですね。夜は自宅警備員ですか？じゃあ、春ちゃんと同じですね。嬉しいですね。なんか今日は寝すぎたみたいで片目が、二重幅が消えてしまいましたね。ママちゃんや姉ちゃんが好きな新潟グルメはって。わかんない、私聞いたことないな。みんなに何が好きなの。岐阜よりティフイ行きたいって。いいね。寝すぎだよね、確かに。わかります。寝起きはどうでしたかって。すっきりしました。結構すっきりした気がするよ。ちょっと待ってね。うん、何が好きなの？俺、はるちゃんって。はるちゃんなんだろう。ね、明日は遅刻しないですね。うん。ね、ちょっと明日のスケジュールが。あ、待って、
まおちゃんから LINE 来た、ね、ママちゃん、ママちゃんが新潟で一番好きなグルメ、新潟グルメは酒ってきましたね。酒だって気まず、さすがですねママちゃん。最近食べてめっちゃ美味しかったものはですね、お寿司、そう、あ、シース。明日は10時からだっけって、わかんない、待って、ママちゃん明日何時から配信しようかな、ね、さすがですね、酒って言ってた。明日チュンズデーなんで、そうそうそう、来月裏パルコ2回転寿司弁慶ができます、パパちゃんともう一人の姉ちゃんに教えてあげてって。裏はってどこだね、お酒らしいあ、私海鮮苦手ですね、海鮮は苦手だけど、あれです、海鮮は苦手だけどあれなら食べる、イクラ、マグロとかなんかそういう系、あ、ポンシカン、なんかママちゃん行ったことあるらしい、なんかハルちゃんが何してた時だっけ、あ、ハルちゃんの最終審査の日に行ったみたいな、待って、なんかへぎそば&酒だって、そう、はるちゃんが最終審査を頑張ってる時に裏でお酒飲んでたらしいですね、そう、なんかはるちゃん受かると思われてなかったみたいで、なんか最後になんか思い出としてみたいな、新潟で思い出作ろうっていう感じで、なんか家族が新潟全員で来て、新潟でなんかすごい遊びに行ってたらしくて、でもなんかここにいますよね私、うん、ね、そう、思い出旅行ですね。あ、浦和って埼玉県なんだ、イクラとマグロ同じ系統ではないようなって、だよね、私もなんで食べるのかが不思議ですね。ね、そう、バカンスしてたみたい。あ、弁慶は三次審査の時に行きました。三次審査の時は姉ちゃんが来てくれて、なんか最終審査の日ってすごい、あ、最終審査じゃない、三次審査の時ってすごいなんか風強くて、傘さしたんですけど、傘がボワってなんか逆さまになっちゃって、ね、ちょっと大変でした、三次審査の日、うん、あのパフェ食べて、あの三次審査受けて、寿司食べてで帰りました、千葉県。思い出旅行してたんです、思い出旅行とかね、思い出を作ろうと思って新潟でめっちゃ楽しんでました、新潟で。まおちゃん飲もうよ、もちろんおごりますってね、まさかまさかの急展開ですよね、そう、オーデーじゃなくて家族旅行やんって、そうですね、思い出作りに行ってましたね。酒好きならうちの店に来てほしいって、なんかいいですね、ママちゃん今度行っちゃうかもしれない。可愛い子発見ありがとう、めっちゃ楽しみましたね、
楽しんでます。だからオーディションの時に新潟で好きな食べ物はみたいなことを言われたんですけど、三次審査の時に、あのついさっき食べたいちご姫パフェですって言ったで最終審査がショールームの後って、あ、そうですね、三次審査、ショールーム審査、最終審査でした。そう、楽しみましたね、楽しんでました。南川プチ旅行みたいな、そうびっくりだよね、受かれば勝ちですなってね、びっくりだよ本当に。こんばんは。そう、いちご姫パフェ食べたんです。そう、めっちゃ美味しい。あ、最終審査の時日帰りじゃない、旅行だった。なんか前日に行って、最終審査前、なんて言うんだろう、ね、そうね、なんか、うん、ね、前日にちょっと泊まりだった、泊まってて、でそれでショールームやってる、やった後に富寿司ですかを食べてましたね。ボールは置いてくるって、あ、バスケやんレイアップシュート、4期生オーディションがあるとしたらアドバイスはって、え、とにかく笑ってればいいんですよ、笑顔で。なんか私めっちゃあのカミカミでね、ちょっとヘラヘラしてたんですけど、まあ受かったので、なんで受かったか分かんないですね。あと三次審査の時に、三次審査の日にあれですね、あれをやった、あれをやった、素振りを披露して、ソフトボール部だったので素振り披露したら合格できたんで、多分みんな素振りできるようになったら合格できると思います、ね、旅行めっちゃ好きですね、家族。アイドルしてなかったら、アイドルしてなかったら多分 YouTuber になってました、はるちゃんは。前日に旅行してた、お泊まり。最終審査配信できないかもって言ってた、普通に17時から配信できてた記憶って、え、そうです。あのね、なんか千葉から新潟車で行こうとしてて、で本当はできなかったんですよ。本当は配信できなかったんですけど、なんかお父さんがなんかね、最終やろうって言って、でなんか頑張ってくれた運転、なんかあんまりパーキングとか寄らず、めっちゃなんか急いでホテル行ったら、17時に配信できて、ありがとうお父さんみたいになりましたね。富寿司とは美味しいところでって、あ、そうなんですよ、そう、旅行で思い出したけど、4月に千葉行くの？え、そうなの？楽しんで、楽しんでね、私もついていきたいですね、千葉行くなら。あ、素振りできますって、あならね、素振りできるなら多分合格できますね。それは笑顔大事だよね。そう、何事も笑顔ですよ。もう失敗しても笑顔でいればなんとかなるからみたいな感じですね、うん、
止まりですか？行ったことない。ありがとうパパちゃん。柏崎に行った時、万人堂の近くの何で泊まった何の米がめっちゃうまかったって、なんだろう。船べたあるんだ。船べたちょっと食べたい。ブザベあブザブザビタありがとう。そうそうなんですよ。そう、最終日だけ背景が違うのはホテルだったからなんですよ。でもどこのホテルだったかは分かんない、忘れちゃったもん。千葉行くならスイスの実家行きたいって。じゃあそれはスイスに頼んでください。ね、4期生に JS 加入してくるかもねって。小学生？すごね。そういうところいい。アイドルオーディション受ける子に行ってきます、素振りできれば OK って。やばい、それやばい。オーディションの映像見返してたけどめっちゃ早口だったって。オーディションの映像ってさ、はるちゃん映ってたっけ？私喋ってない、なんか喋ってるところ映ってなかった気がする。あ、トムちゃんのオーディションの、あ、トムちゃん、あ、トムちゃん時代のあるんですかそれ。オーディショントムちゃん時代のショールームなんてあるんですか？やば。ね、ブザビートありがとう。ね、可愛い子発見ありがとう。野球やソフトボールプレイできるメンバー欲しかったのかなって、わかんない。あれじゃないですか、なんか特技はあ、なんだっけ特技何言ったっけ、ちょっと待って。そういえばさ、あったんだよ。そう、メモにあったんですよ。待って、どこだっけ。あったあった。特技はバスケットボール、ソフトボール、変顔ですって。あ、すごい、なんかオールマイティにできそうな女の子じゃない。ね、ムザビタありがとう。トムちゃん懐かしいね。LBBB に練習生で参加してた元日本代表の河村選手の加入が決まりましたねって。ね、そうですね。ね、びっくりしました。うん、消そうとしてるって。ちょっとトムちゃん時代はもうみんな忘れよう。ナムちゃんも探せばあるかも。ないないない、アラハタ世代みんな覚えてるんですか。ね、仕事から帰宅かわいいチューン発見ラブって、ありがとう。ね、
帰りなさい。アラハッタと、好きな曲フライミモトムのイメージしかって確かに確かにね。ね、クレイミオトムガチで好きだったんですよ。もう狙ってたじゃなくて本当に今でも好きなんですけどね。そのラインナップに変顔いるかってね、変顔披露しようと思ってたんですけど、なんか変顔なんか披露しなかったんですよ。なんか素振りにしちゃった、変顔じゃなくて。22時過ぎてた、仕事行く準備しないとって。あ、今日もお仕事なんですね、頑張ってんね。お仕事、はるちゃんとトムちゃんは同一人物ですね。うん、ね、探せばある。スクショ、衝撃のあらはったって4月のオフライン行きますって。 ありがとうございます、楽しみだ、待ってます。日本が泣いたよね、アラハッタはって。あ、ごめんごめん、ね、最近日に日に、あ、日々、あ、最近日々好きが増してきます、沼にはまりそうって。え、嬉しいですね、ありがとうございます。はるちゃんこんばんはって。え、なんでかっこ本物なの。こんばんは、偽物いるんですか、この。え、バスケの仕事ね増えれば嬉しいですね。アラハッタ爆誕したのショールーム審査の3日目なの。あ、知らなかった柴田市のソウルフードおっちゃほい。何それ、ね、食べてみる。おっちゃほい、オフラインたくさん話そうなって、ね、たくさんお話ししようね。俺って違うよ、違う、トムちゃん、アラハッタちゃん、ハルちゃん、これ全部同じって。あ、全部同じオフラインいよいよ初めましてですって。あ、本当ですか、それは嬉しいですね。ね、アルビービーやばいけどサッカーのアルビー絶好調ですって、ね、サッカーね、なんか強いらしいですね。なんか全然見れてないんですけど、なんか強いっていう情報を聞きました。なんか TikTok でも回ってきた、今3位みたいな。ねえ、すごい、ジェッツ強いよね。以前アラハッタ市に住んでましたって。あ、そうなんですか、ね、地名クイズなんで始まったのかな、わかんない。赤い髪のぜなんとかラーにイベント参加しますねって、なんだ、可愛い子発見ありがとう。ね、3位らしいです ね、すごい。ね、3位ですねってすごいですね。サッカー強いんだね、初めて知ったよ。どういう流れだったっけねって忘れたなって。だよね、はるちゃんも忘れました。ね、税金払えと紙が来たのでって。あ、そうなの。夏休みにアラハッタ行けてよかったですって。あ、柴田行ったんですか。え、遠かったでしょ。沼にはまりに行きましたって、ありがとう。え、これ本物なの。なんかさ、え、これ本物、いや違うな、これ絶対偽物だよね。
なんかさ、偽、なんか本物って書かれてるとさ、本物って書かれてるとなんか逆に怪しく見える。わかんない、これなんて読むの。ね、バスケも頑張ってほしいなって。じゃあ15日応援行きましょう、あさって。ね、ななみさんサッカー好きですよね。グランパスもぼちぼちやってますよって。ね、さっき本物だった人だって。あ、じゃあこれ偽物だったの。偽物なんですか。柴田といえば今年も農業やるのかなって。え、どうだろう、わかんない。昨日ボールマン、そのアバターと名前で埋め尽くされてたからなって。なんかね、それ知ってますね、なんかその配信ね。ハイチュウもなんかそういうことしたいですね。その伝説配信見てコメント読んでもらって、あ、思い出あるよハルちゃんって、ね、伝説の配信なのかなあれ、ね、それは嬉しいですね。バスケイベントまたしてほしいなってね。ちょっとバスケイベント行きたい。もちろん遠かった、あ、遠か、いや思ってたよりは近かったです。自称乗り鉄なんでって。あ、そうなんだ。ひょうこって読むの？白鳥の湖として知られてますって。なるほど。うざびたありがとう。うざびたありがとう。ちっくら残り一人だから農業どうだろうって。農業か。でも農業部は NGT 全員ってなってますよね。なるほど、かっこ偽物。偽物 だったんかい。偽物ですかこれは。偽物だよ ね。 NGT が発達した頃、NGT がビッグスワンで挨拶したことあったよって。それは知らなかった。発足なのこれ。発足？なんだそれ。なんじゃそれ。発足。発足読めない。ね、ダメだ。ね、はるちゃん、はるちゃん読めないです。ちょっと待ってね。発足、発足意味、発足、発足、なんか両方、両方出てくる。発足と発作、発足、発足。あー、なるほど。なんじゃそりゃ。はるかちゃんが読めなくて、もう俺が教えるから安心してって。あ、嬉しい、ありがとうございます。なるほど。柑橘類は発作。え、なにこれ、木本優奈めっちゃいるやん。はい、ちゃん読めないですね。発作はみかん。先日川越さやさんが訪問された燕市のレトロ喫茶ロンドンおすすめですよって。ありがとうございます、教えてくださって。柴田に転勤して NGT 劇場があるから、どれだけここ親身、親身助かった。違うな、違うな、こ
み、違うな、試みじゃないな、なんか心身なんか騙された気分だね、なんか騙されたわ、騙された気分みたいね。みんな教えてね、はるちゃんこれのおかげで頭良くなってるから、ちょっと心身なのね、なんか騙された気分ね。何とは言えないけど、暗証番号をはるちゃんの誕生日にしようとしたが同じ誕生日でできなかったって。確かに、そしたら、何シンシン、博多のラーメン屋さん、なんかシンシンって聞いたことあるなって思ったけど、パンダですね。あ、なんかダメだ、なんか私の頭脳、私の頭の中分かったのかな、パンダの名前とか言いそうってやだ、パンダだよシンシン。最低限ってどこまでですか、ね、最低限小学校2年生までの漢字は読めますね。思考回路読まれちゃった。こんばんは、シンシンは確かに、可愛いですよね。なんか可愛いしか言えない、なんかああいう可愛い子になりたいですね。ね、こんばんは、読めなくても大丈夫だって、今も生きてるもんって、元気ね、ちょっと生きてればまあ何でもいいみたいな。あざといの、確かに。でも私もさ、身長ちっちゃくなってさ、ああいう可愛い顔になりたいですね。あ、学校は読めますね、学校は読めるね、だって小学校2年生の漢字は読める、なんか可愛い方向性が違う気がするが、まあそこは気にしないでおくって生きてるだけで丸何？テロップに、なんだ？何に行くん？ね、伸びるの可能性あるけど小さくなるの厳しい。確かにね。確かにね。じゃあ小さくなります、はるちゃん小さくなります、違う顔になったら俺は幼いよ君がいいからって。あ、じゃあこのままでいます、うん、テロップ筋肉んそういうこと、やーってそういうこと、違う、そのやーってあのヤッホーのやー、丸儲け？はるちゃん優しいからパンダに似てるってえ、パンダいいね、パンダの餌はパンダ、ね、新潟市寄せいくつある？わかんない、
んない。ね、一緒に頑張って小さくなろうなって。え、なんで NGT48 のファンの中のノッポの人じゃないの？ノッポ卒業しちゃうんですか？あ、名前突っ込んでない。ね、なんかリリノがいる。え？ってなんかごめん、てんてんてんってなっちゃった。パンダの餌笹でしょって。いや、パンダの餌ってね、笹じゃないんですよ。そういえばパンダの餌はなんだっけ、なんか笹っぽいけど笹じゃないらしい。なんだっけ、なんかく鉄じゃない、違うな。パンダの餌はパンじゃない、違う、なんだっけ、パンダの餌はパンダの餌は竹でもない、違う、パンダえ、パンダは笹なの？嘘ね、パンダ何食べんの？何食べる？ね、フランスパンダ、違う、パンダ何食べん？じゃあパンダ何食べん？え、パンダは笹なの？なんあ、じゃあサトウキビなのかな？じゃあパンダ、いや、パンダ竹か。え、パンダ竹？違う、パンダが食べる葉っぱはなんだ？じゃあパンダは、え、パンダ笹と竹なの？竹なの？え、なんだよ、パンダ雑草だよね、違う、なんだよ、騙されたぜダメだ、騙された、違うね、ちょっと騙されてしまいました。なんかさ、なんかなんだっけ、ユーカリみたいな、なんかフライパンパンダフライパン食べちゃうで、ユーカリ、あ、ユーカリコアラかよ、騙されたぜ、ユーハハ、ダメだ、騙されちゃった、ダメだ、みなみか騙されちゃいました。コアラか、みんなにコアラって言われちゃった、うわー、これは騙されちゃった。怪しい詐欺とかに騙されないか心配って、確かに私も心配。今の間違いでさらにはるかちゃん好きになったって、なんでうん、嬉しいけどね、うん、好きになってくれるのは嬉しいけど、これでいいの？壺買っちゃダメってね、壺は買わないように気をつけるね。確かに壺を買いそうだね、はるちゃん。はるちゃん簡単に騙せそうで、ね、騙さないでくださいね、はるちゃんを。ねえ、笑いのツボはたくさんありそう。確かに。どこまでが本気かわからんって。何本気って？本気と書いてマジと読むんだよ、知ってた？違う、なんだっけ、じゃあ何が本気なの？はるちゃんいつでも本気だけど、変な勧誘も気をつけてねって。わかりました、頑張ります、気をつける。植物の 99% が竹なの？
ね、変な絵は買わないでしょ。絵飾らないもん、はるちゃん。ね、ボケなのか本気なのかって、あ、そういうこと？マジですね。本気と書いてマジと読むんですよ。笹は冬でも枯れないの？知らなかった。それはパンダの餌って何種類あるのかなって。質問やな。パンダの餌ってんな、3種類あんねん。3種類なのかな。パンダの餌、パンダの餌はサトウキビ食べるんですか、パンダって。違う、何種類。ちょっとデマを流しちゃダメだから、3種類なわけないから。60何種類もあります。だって食用竹60以上あるらしい。やばい。ね、パンダめっちゃ60種類。60って書いてあるよ。カエルの絵売りつけるのかなって確かにチュンチュン人狼強いですよ。だって人狼のアプリ毎日やってるもん。チュンミカ様です。はるちゃん、チュンミカ。たまにアンミカ出てくるのおもろいってね。アンミカじゃない、チュンミカって言ってください。さすがです、チュンミカ先生って。ありがとう。デマじゃないです、これはガチで調べました。ちゃんとね、皆さんにあの正確な情報を送りました。あ、教えました。はるちゃんの餌は何種類ありますかって。質問やな。はるちゃんの餌ってな、1億種類あんねん。ちなみに白色は何種類で、質問やな。白ってな200色あんねん。違う、すごいなって、すごいな、はるかって。ありがとう。はるちゃんの髪の毛か、質問やな。はるちゃんの髪の毛ってな1本しかないねん。今後生きる上で必要な情報ありがとうございますって必要なの？これ必要なの？こんばんは。1億種類、そう、はやちゃんの餌1億種類。なんで世界最弁って。違う、あのチュンミカだからです。どこの波平さんって。あのこれ髪一本でできてるんですよ、この髪の毛。違う、あのカツラではないです。この髪の毛って一本でできてます。うん、抜いて伸ばしたら1億キロメートルあります。違うな、それはな、違うな、それはちょっと違うわ。うん、とりあえず1億。今着てるモコモコは何種類ありますかって。質問やな。このモコモコはな、4種類あんねん多分。
ちょっと難しいね、ええ質問って。四色展開なんですねって。多分急に現実的な数って質問やな。好きなんですか。え、嬉しいですね、ありがとう。ね、多分4種類あります。さっきから貴重な情報ありがとなってこれ貴重なの、ね、ムザビートありがとう。オレンジのモコモコですか。わかんない、え、それはガチでわかんない。多分ない。ムザビートありがとう。の前に家の鍵閉めたのって。あの家の鍵ね、閉まってますね。あの閉まってる閉まってる。はるかちゃんちゃんと突っ込んでほしいとこ突っ込んでくれて好きって。え、ありがとう。めっちゃなんか告白されちゃいました。めっちゃためにならためにならないでしょ。やばい、22時40分だ。俺のノートになんだこれ書きました。じゃあ記しました。記入の記でしょ。記入ホワイトデー、質問やな。印しました。ね、印しました。あ、知る。なんだその感じは、なんだその感じは。ホワイトデーはね一種類しかないですね。ね、あのチュンミカ終わっちゃったね。メールと明日の配信時間ね書かないと。目かゆい、ね、汁しました。ね、汁しましたって。あ、こんばんは。汁しましたか。そういうこと。汁しましたってどういうことやって思ったけど、そういうこと。汁すって小学校3年生に習ったんじゃないですか。何年生で習うか。あ、小学校4年生だ。危なーね、危ない。ね、4年生らしい。4年生で習う感じだと思う。やばい、やばいよ、やばいやばい。ねえねえ、あれだよあれ。ねえ、今携帯止まったじゃん。今あの iPad 止まったんだけど 10% らしい。1,2,3,4,5,6,7,9角。うん、ね、やばい。え、1,2,3,4,5,6,7,8,9,10、え、10角。
はるちゃん調べてる感じが違うね。ちょっとよし、出勤準備終わったから仕事行ってきますって。行ってらっしゃい、お仕事頑張ってね。ね、あの糸編だった、調べてたの、はるちゃん調べてたのね。なんだろうね、はるちゃんバカだった。あ、充電器ありますよ、充電器あるんだけど、あの遠いから、あの配信しながらだと届かない。ね、可愛く拝見ありがとう。ってことでもうすぐ配信を終わりにしないと。一人称はるちゅんじゃない、あの一人称ははるだけど配信では私かはるちゅんですね今。 10% は充電できない事件。え、いや明日は、いやわかんない、明日10時なのかな、いやわかんない。沼にはまりに来ました、ありがとう。明日ちょっと待って、明日のスケジュールを、あ、延長コード持ってるんですよ、でもここには使ってないんですね。延長コードは持ってるねえ。明日は、いや10時でも OK かな。待って、ママちゃん、ねえ、ね、私はバカなことをしてしまった。よし、明日はママちゃんがお仕事休みということで10時からにしよう。決定権はママちゃんだからね、この部屋使わせてもらおう。ママチュン、ママチュンが言うことは絶対だからね。そう、ママチュンが決めたことは絶対。うん。ね、そう、ママチュン、ママチュンありがとう。うふふ。そう、あの南川家の家訓というんですか、はママチュンの言うことは聞くべし。家訓、そうママチュンが言ったことは必ず守るべし、家訓ですね。ママちゃんはパパちゃんより格上なのねって、わかんないですね、多分。そう、ママちゃん、ラスボスはママちゃんそこまで強い方ではないけど、まあ、ねえ、春は映画2001年、え、宇宙旅に出てくるコンピューターなの？パパちゃんがママちゃんにひれ伏せしてる姿がなんとなく想像できるって。なるほど、そう、ママちゃんの言うことは絶対に守るべし、さすがお母さんやってねえ、なんかさ、なんか最近それ使うよね、中山美穂さんにのママちゃんですね。
よし、じゃあ10時ということで、ちょっともう配信を終わりにするね。10時で、夜は何時にしよう、ね、分かったよんって、ありがとう、かわいこ発見ありがとう、ね、結婚してるみたいになっちゃってね、かわいこ発見ありがとう、もう終わっちゃうね、ちょっとメール書かないといけなくて、やばい、あと10分でメールを書かないといけないね。それでは13位からいきます。13位、よちくんちゅん、ありがとうございます。12位、さかいぬましゅういちちゅん、ありがとうございます。11位、エルアちゅん、ありがとうございます。10位、ケイタちゅん、ありがとうございます。9位、ひろんぬまちゅん、ありがとうございます。8位、ギバちゅん、ありがとうございます。7位、茨城のゆうきちゅん、ありがとうございます。6位、山女沼ちゅん、ありがとうございます。5位、はやとちゅん、ありがとうございます。4位、つっきーちゅん、ありがとうございます。3位、ちーぼーちゅん、ありがとうございます。2位、はるちゅん、ありがとうございます。そして第1位はトゥルルルルルトム沼ちゃんです。ありがとうございます。やばい、私の生年月日が入ってる。皆さんパチパチってありがとう。男女落ちてた、あら、名前呼べなかった。リリノが来たということで、偽物のね、パチパチありがとう。それでは今日の配信終わりたいと思います。皆さんお疲れ様でした。楽しい配信ありがとうって、あ、こちらこそです、ありがとう。また明日の配信も見に来てください、ね、ゆっくりお休みって、ありがとう。おやすみなさい、いい夢見てね、みんな。お仕事の方頑張ってね、明日もね。メール待ってますって、ありがとう。ちょっとやばい、急いで書かないと。で、また明日ね、おやすみ、バイバイ、またね。で、夢で会いましょう。おやすみ、浪川って、ありがとう。おやすみなさい、バイバイ。